東京のど真ん中で新聞記者地質学者が次々と窒息死するという事件が起こった。二人の死因を調べた結果、特殊な事件として警視庁から科学特捜隊に調査が依頼された。井田君。はい。嵐君。はい。二人は直ちに大室高原へ飛んでもらいたい。大室高原？事故現場行くんじゃないんですか？3日前に変死した山田博士の事件が今度の事件と非常によく似てる。あ、大室高原には博士の研究所がある。山田博士57歳、植物の品種改良で有名な人で、80キロもある巨大なスイカを作ったこともあります。はい、これが資料。 OK、 じゃあ行ってきます。隼人君。はい、俺も。君は私と一緒に事故現場へ行ってもらいたい。第一の事件が起こったガード下へ到着した村松キャップと早田隊員は、スリップした後に残された緑色に光る物質に注目した。スリップの跡ですね。うん。なんでしょうね、これは。光ってるな。乗用車はあそこでスリップしたんですが、小林記者はあそこで襲われたと思われます。何に襲われたんだろう。キャップ、ここをちょっと見てください。ここにも同じものがありますよ。一方、謎の窒息死事件の発端へ戻った嵐、井出の両隊員は、植物学の権威山田博士の研究室に向かっていた。立派な温室ですね。先生の研究室と兼ねていましたので。これは何ですか。これは
先生の作りました人参ですわ。なんでこんなものを。都会の人口が増加しすぎて野菜が足りなくなるのを助けたいとおっしゃっておりました。へえ、これ一本ありゃ何日食えるかな。山田博士は最近何の研究をなされてました。実は先日調査団長として行ってまいりましたオーリストからきれいな花を持ってまいりまして、それを品種改良してみるんだと申しておりましたが。おお、マキさんマキさん、ちょっとちょっとこっち来てくださいよ。ねえねえねえ、これどうしたんですか。これは先生の倒れてたのがそこなんです。ところでその珍しいきれいな花というのは。あら、そういえばどうしたんでしょう。本部、こちら嵐、地球オイルスト調査団の資料を頼む。オッケー。オイルスト調査団は5名、そして新聞記者の小林、地質学者の松尾博士もその団員であった。電子頭脳は残る2人が動物学の酒井博士、カメラマン浜口節子であると回答を出した。山田博士、それは犯人の動いた後についてたもんです。キャップ、これはさっきの現場で見たものと同じですよ。無人といって粘液質なんですよ。カタツムリを歩いた後が乾くとキラキラしてますけども。そう、あれと同じようなもんだね。するとこの事件の犯人はカタツムリに関係があるわけです。さあ、一概にそうも言えませんな。問題はこの緑です。緑が謎。葉緑素は植物のものですからね。葉緑素は植物性でムチンは動物性。なんだって。早く行くぞ。はい。間違いなくクロロフィルです。だいぶ放射能も検出されてるな。するとやはり犯人の正体は植物ですか。いや、一概にそうも言えませんな。ムチンは動物のものだし、クロロフィルは植物だし。実は博士、我々は今日最初の被害者である山田博士のところを調べたんですが、オイリス島で採集した植物が温室から消えてるんです。オイリス島のもの。あ、これがその写真です。色がんだ。私も見せてもらったことがある。あ、山田博士はいろいろな放射線やなんかを使って品種改良の実験をやったそうですよ。放射線ね。ええ、わかった。え、放射線を当てられたミロガンダの花が、うん、突然、うわー、あったあったあった。おいおい、おい、大丈夫か。おいおい、あの、しかしなんですね、昔の人はいいこと言ったな。過ぎたるは及ばざるがごとし。やっぱり人参はこのぐらいがちょうどいいし、かぼちゃはこのぐらい。いや、野菜ばっかりじゃない。なんだってあまりありすぎるとかえってはた迷惑になることがあるんですね。わかりましたよ。とにかく犯人は調査団員の残った一人、女性キャメラマンの浜口さんを襲うに違いありませんな。そうだキャップ、我々もこれから浜口さんのところへ伺った方がいいんじゃありませんか。うん、早田一人じゃ安心してられませんよ。他に手がかりはないんだし。よし、行こう。なぜ調査団の皆さんが襲われるかって言われても私には分かりませんわ。あちらで何か変わったことでもありませんでしたか。変わったこと、変わったことね。順番から言えば残りはもうあなたしかいないんですからね。は？え？おい。そうね。あ、道に迷いましたわ。道に迷った。なんだつまらない。私なんかしょっちゅう間違いますかね。つまりこの連続殺人事件の謎と鍵はですね。バカモン。シャルコームズみたいに気取るんじゃないよ。いや、これは申し訳ない。そこで何かありましたか。ええ、道に迷って疲れては来るし、喉は渇くし、悲しくなってしまいましたわ。
先頭の小林さんがきれいな水を見つけたんです。綺麗な花だ。どうです持って帰ったら。あなた、浜口さん、あなたが足を抱え込まれた食虫植物もその花と同じ川の流れに沿って生えてたんですね。ええ、うん、その前には食虫植物には出会わなかったんですか。ええ、うん、キャップ、分かってきましたよ。問題は水です。水？はあ、オールストが火山帯であることを考えると、あの食虫植物はオールスト川の水にだけ含まれているケイ素を吸収して生きてたに違いありません。浜口さんが襲われたのは水を飲んだ直後だからな。じゃあ、あの美しい花の一件はどう解釈すればいいんだ。山田博士は持って帰ったミロガンダに例のガンマ線をかけた。すると放射能の影響で世代が戻ってしまって幼年期の姿に帰ったわけだ。なるほどなるほど。つくし誰の子、杉菜の子。つくしが大きくなると似ても似つかない杉菜になるのと同じことで、あの美しいミロガンダの幼少の時の姿は浜口さんに絡みついたニョゴニョゴだと、こういうわけ。早田さん、 あなたの推論でいくと、その食虫植物とやらの怪物は必ず最後に私を求めにやってくる。ちょっとお嬢さん、ご心配なく。日本一頼りになる男、この私がついています。科学特捜隊はそのまま浜口節子のガードマンになった。そして何事もなく夜が明けた。はい、村松。こちら本部、異常ありませんか。異常なし。了解。井出隊員、応答せよ。井出隊員。こちらいで、あきこちゃん。空気はいいし、天気はいいし、異常はないんですか。異常なし。こちら早田、異常なし。こちら嵐、別に異常なし。全隊員に報告。嵐隊員の連絡がつきません。Thank you.
木、大丈夫か。おい、嵐、大丈夫か、しっかりしろ。えい、大丈夫か。皆さんの努力に水を差すようで申し訳ないんですが、緑の怪物はそのくらいの攻撃で参るでしょうか。しかし俺のスーパーガンの腕前は。分かってる分かってる、間違いないって言うんだろ。いや、むしろそのスーパーガンの逆効果でますます強大になって生きてるとも思えるんですが。しかし私の特別料理、アヒコスープよ。はい、加藤大本。何、丸の内で。了解。丸の内へ怪物が現れました。よし、出撃だ。おいおいおい、どこの体じゃ無理だよ。おい、やめろやめろ、黙って。おい、引っ込んでる。嵐、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 あれあれあれ、目の前真っ暗。あれ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 。責任感の強い男ですからね。自分の責任だと思ってるんだ。あ、援護願います。
ルトラマンを支える太陽エネルギーは地球上では急激に消耗する。太陽エネルギーが残り少なくなるとカラータイマーが点滅を始める。そしてもしカラータイマーが消えてしまったら、ウルトラマンは二度と再び立ち上がる力を失ってしまうのである。ウルトラマン頑張れ、残された時間はもうわずかなのだ。どこ行ったんだ？どこ行ったんだ？